今回ご紹介するのは総武線各駅停車の両国駅です。両国駅は東京都墨田区横網1丁目にあります。当駅は千葉県方面への鉄道を建設した私鉄であった総武鉄道が1904年明治37年4月5日に両国橋駅として開業させました。総武鉄道は市川駅より東側の区間を先に開業させており、そこから西へ東京へ向かって順次建設を進めてきました。そして後の錦糸町駅である本所駅から両国橋駅までの区間が都心側で最後に開業しました。この当時本所から両国橋までの沿線はすでに市街地になっており、盛土高架とすることを条件に免許が出されていました。会社側は建設費のかかる高架線を避けようと地上の線路に変更しようとする工作をしましたが、結局レンガ造りの橋脚の上に鉄桁を乗せた形状の高架橋を約 1.5km にわたって建設して開業することになりました。これは日本の鉄道で最初の高架区間でした。両国という地名はもともと両国橋を挟んだ隅田川の両岸を指す地名でした。しかし総武鉄道は当初隅田川の東岸までの開通にとどまったため、両国橋の東両国に両国橋駅を開業し、1931年に両国駅と改称しました。駅名の影響に両国国技館の開設も加わり、現在では両国という地名はもっぱら両国橋の東の地域に対して用いられています。当駅は総武線各駅停車用の島式ホーム1面2線の電車ホームと単式ホーム1面1線の列車ホームを有する高架駅です。電車ホームから一段低い高さに列車ホームがあります。当駅は千葉支社管轄で錦糸町営業統括センター管内の直営駅で、副所長兼駅長が配置されており、管理駅として浅草橋駅を管理しています。駅の近くに大相撲興行などが開催される両国国技館があることにちなみ、西口の駅入り口にある駅名表示は根岸流の書体で両国駅と書かれ、西口改札横には優勝額が展示されています。また西口改札を入ってすぐのところにはタイルの色が違うところがあり、これは土俵の形になっています。改札横の壁には有名力士の身長が記された展示があります。他にも相撲史上に名を残す名力士たちの手形が飾られています。駅周辺には大相撲の興行施設である両国国技館があるほか、江戸時代には勧進相撲が執り行われた両国恵光院が駅の南側にあり、ちゃんこ屋や相撲のオブジェなどがあちこちにある相撲の町として全国に知られています。
相撲の町、両国はいかがだったでしょうか。今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。